What's going on, viewers? This is the final part of Yakuza 0. Here we go. Let's kick some ass in this final part. キリュウさん、あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたが、まだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ、彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速神室町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。奴はこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前は神室町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば殻の一粒は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も殻の一粒を日教連に渡そうと動いていた。
全てはこの俺を堂島総平に代わる登場会の跡目に据えるためだ。それじゃ、おやっさんはあなたに登場会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりか。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今、牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃ、もう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだよな。芝浦？お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな？キリュウ、錦、なんだ、どうかしたのか？堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか？すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。誰よ？ちょっとやめてください。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ？お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け。錦、分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。ふん、風間の使いっ走りが。You don't want to deal with this guy, trust me. You're going to hell. Let's go. Our last upgrade here.
better freaking hope I have enough fucking medicine. Now I have a knife. Lucky you caught me. Not so fucking lucky now, though. I forgot about Kuze, yeah. Okay. Kuze. Anta hitori ka? Ah. Kumi no ningen wa hikaseta. Temei to yari ya no ni 余計なチャチャ入れられたくねえんだな。
まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。あ？あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。言うね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。Okay, final fight with Kuze. Fucking done. Yeah.
なんて野郎だてめえは。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴。なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日京へ逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日京連に。牧村誠は生きてるんだろ。渋沢は殺し屋に女を出せるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日京連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キル錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日京連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キル。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。この車に乗ったら最後だ。もうやり残したこと。今のうちにいて。どうですか。もういいのか、キリュウ。この街でやり残したことはねえんだな。We're gonna switch to Majima. Okay.I just want to make sure they're all caught up with each other.
か、キリュウ。もういいのか、キリュウ。この街でやる。I'm ready to end this. Let's go. ああ、大丈夫だ。シバルまでやってくれ、ニシキ。日協連は船をアジトにしてる。わかった。忘れちまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまぞ。俺らに会ったら、ちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。空の一坪はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んだのか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。
親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ、始めろ。へい。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか？やっと来たか。渋沢、渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！こっちも始めようぜ、キリュウ。なんだ？こいつら。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。Okay, here we go.
後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前一人で。錦、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だがいいから行け。あいつを止めねえと風間の親さんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ず。わかった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし行け。Coming for you, you son of a bitch. Take it!
stabs him with a fucking chair. Funny. We are there. Let's kick this guy's ass. Oh my god. いいから閉まってる。いい加減にしとけよ、このガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。Go!
さと諦めろ。うわ、隠すな。Gonna fight a Wano first, I think. Moto Shimano Gumi, Majima Goro. 18人殺しの冴島大河の兄弟分。お前ら、二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。はそのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方をにやけ面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃうな。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつは去ってるうちに俺の背中に背負った罪をえらく酔わせちまった。もともと俺は人をな根っからの極道のくせに、いつからかてめえの血流す金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっともせやったら最後にお楽しみができてよかったやないか。お前らは空の一つぼっちゅうザレ言のために
群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ事には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえや、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。Got his fucking ass. Nice. I thought he was gonna get me there. Majima. Majima. Kuro. Oshikatta na. Konna jidai ni odorasarete nakatta ra. Sono kobushi de teppen toreta kamoshiren. あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いことご苦労やってるとや。正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができん。なんてな、俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったら言わたのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたい。ラッキーなんだな、お前は。天野。お前か。踏んだ。
り腹割ってる時によ、部外者余計な真似していねえぞ、おら。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。真島、おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り、俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、どうじめ。Fuck you, you're done. No! 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 No!おとなしく待っとるや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。マジな。
On to the main event! キリュウ・カズマか。なるほど。カズマの頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造が。いつの間にか、竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気なら、とっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会で真っ当に生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条会のヒットマンとして
何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数をだ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。空の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。龍所ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺は堂島の龍になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが龍は一匹でいい。I love that. There can only be one dragon. I love it. 付き合ってやるぜ。そのくだらねえ戦いに。 Okay, let's kill this bastard. Here you go.The next four.
Take this, you scumbag. Bash his fucking head in there. I think so. He's just breaking his arms and his fucking legs. This is great. Kiryu is the true dragon of Dojima. Ore mo hitotsu dake kuse kara moranda koto ga aru. Kokudo wa hari tsuzukeru kagiri make ja ne tte koto da. Omae mo Kazama mo soshite onna mo Tachibana no yoni na. Fucking guy deserved what he got, totally.死んじゃねえよ兄弟踏みとどまれいつか
最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦、そいつらを殺すのか、マジマ。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやるんや。殺すんや、俺がこいつらを。誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだと、そう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か？でもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を？何言ってる。女が生きているのか、バカな。それじゃ殻の一粒はあの土地はどうなった？道島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか？その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか？俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。
よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ、あんたも。俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。空の一つば日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島。親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。空の一つぼを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしい。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。
これがわしの答えや。セラに言うとけ。空の一壺も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら、目先のことだけ考えとったらええ。せやけど、てっぺん取る気なんやったら、勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、マジマ。災難だったな、堂島。阿波の河岸に久世と渋沢も殺にパクられた。風間が無所から戻ったところで今の堂島組は神室町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。セラには本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は
そうか。おやさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。おキリュウ、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山くん、急に大声出さないでよ。お前堂島組に復帰したってマジか。え、今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間の親さんにはこのまま仇に戻れって言われた。親さんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ。今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。
らしくねえか。でもらしさってのは自分で決めるもんだろう。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたって罰は当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた、これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来てろ。ありがとうよ。なんだよ急に、勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！てめえ！ほら行くぞ。いいな。なんだそのヘンテコなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いかわからんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。お前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん、執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで。
マジマゴロっち男の生き方に。好きにしろ。あの世で待ってるぜ、マジマちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くかな。話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ。君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そうカリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ。いた、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ障害っつうんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘い下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴。どうです、こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。I think deep down she knew who it was at the end, who he was. Sensei! Anta, Makoto-san ni nani suru ki da? Chigau desu. Ima sugu kanojo kara hanareru. Chigau no, kono hito wa tasukete kurete.お前の女か。いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何よ急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら
そのけじめは取るもんや。どうなんや、先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。ん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早よ言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。She knew who he was. They just could never be together. That's the thing about it. Okay, so this is the end. What do I have to say? I love this game. I absolutely love Yakuza 0. It's one of the best Yakuzas in the franchise, in my opinion. The thing about this game, I think it's the longest one, but it's also the best one because it has a lot of good storytelling, and also it's perfect. I think it's the most perfect Yakuza game ever made, to tell you the truth. And I don't say that about a lot of them, but yeah, this is a perfect one. That's all I have to say. I love this game. I do. And it's my favorite Yakuza game. Yes. Along with Kiwami too, I think. The thing about, I'm going to say the ending was, they could never be together, no. But at the same time, I think Goro Majima knew that, yes. That's why he was telling that one guy, step up, be with her, that's the one thing. But I think deep down she knew who he was. That's a big thing about the game too. I think she knew who he was, and that's my opinion still about the game to this day. I mean, she was blind through the whole fucking game. She was blind. Makoto was blind for the whole fucking game. Almost. But at the end, she wasn't. She could see him for who he really was. That's all I'm gonna say. I do like this game. I like the combat system. I like almost everything about it.
It's going to tell us some things about the characters now. You know what happened to him if you played the Yakuza games. He's a big villain in the Yakuza games, him right there. Okay, Nishiki serves time in jail. While Kira serves time in jail, Nishiki becomes a changed man. His ambition to climb the ranks of the Tojo clan steers his fate. Majima rejoins the Shimano family as its captain, where his veracity earns him the title of Mad Dog. Kazuma Kiru rises to lieutenant advisor of the Dojima family, known as the Dragon of Dojima. His current whereabouts are unknown. He also serves 10 years in prison. Yeah, this game's amazing. Still just playing it again. I hope you all keep watching my videos. Until next time, this was my video game playthrough of Yakuza Zero. I really enjoyed playing it. I had a lot of fun playing it. But until next time, this is CJV Gaming Playthroughs out.
全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。ほんとダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。ありがとう。ありがとYeah!